なあミオ、俺さ医学部に行こうと思ってるんだ。へえ、そうなんだ。優秀だもんね、タクヤは。じゃあお家を継ぐんだね。なあ、でもいずれは開業して小児科のナース。タクヤ、タクヤ、大丈夫？タクヤ。うん、あ、そっか、俺階段から落ちたんだっけ。俺白沢タクヤは医学部を無事卒業し、天城大学病院の研修医として勤務することとなった。こら待てー、わーい。あの悪ガキ、タクヤ。誰？誰って私だよ。赤木美代、小学校から高校まで一緒だった幼馴染。この病院の看護師になっていた。ミオ、思い出すの遅い。こっちはすぐ分かったのに。へへ、油断大敵だぜミオちゃん。こら、ダメでしょこんなことしたら。へへん、彼氏の前だからって照れちゃって。彼氏って、危ない。タクヤ。俺は研修医としてではなく、患者としてこの病院にお世話になることになった。はい、あん、タクヤ。何を考えてるんだミオ。だって利き腕骨折しちゃってるんだし、左足だって私をかばって大怪我させちゃったんだもん。それとも私に食べさせられるの嫌？嫌ってことはないけど、妙に妙は意識してしまう。ねえタクヤ、私にできることは何でもしたいの。看護師長にも許可取ってあるしね。でもなあ。お願いタクヤ。じゃあやった。こうして僕らの研修日誌が始まった。美味しかった？まあ病院の食事って味がした。ここ病院だもん。他に何かしてほしいことない？ああ、じゃあ申し訳ないんだけど、お手洗いに連れてってくれないか？あ、そっか。もしかしてまだ一度も行ってなかった？この状況だと一人じゃ行けなくて。まだ歩かない方がいいんじゃないかな。そういう時のために紙瓶があるし。あ、ごめん、もしかして大きい方だった？いや、小だが。じゃあ紙瓶でいいと思うよ。いや、しかし。ああ、そっか、じゃあ手伝ってあげるね。あ、いや、今は。何、恥ずかしいの？大丈夫、私は看護師だよ。子供からおじいちゃんまでみんなお世話してるんだから。ミオのやつ一体何なんだ。まさか他の患者にも同じこと。タクヤ、ミオ、何か困ってることない？え、あっちの方溜まってたりしてない？何言ってんだよミオ、どういうことか分かって言ってんのか？うん、私ね、タクヤのことが好き。タクヤは私のこと嫌い？そういうことしたくならないの？ミオ、俺もミオのことが好きだ。ああ、やっとギプスから解放された。もっとリハビリを頑張って
研修の遅れを取り戻さないとな、ミオ。どうした、ミオ。必要なくなっちゃうのかな。私の看護が必要なくなっちゃうのかと思うとちょっと寂しくて。何言ってんだよ。ミオを必要とする患者さんはたくさんいるじゃないか。そうだけど。なあ、ミオはなんでナースになったんだ。なんでって、タクヤ、タクヤが小児科医を目指してたから。だから、その私もいつかはタクヤの。ミオ、タクヤ、俺はいずれ小児科医となって開業したいと思ってる。だから俺にはミオが必要だ。一緒についてきてくれないか。あ、まだ熱が下がらないな。ごめんね、タクヤ。せっかくの連休なのに。何言ってんだよ。俺が入院した時にいっぱい世話してくれたろ。今度は俺の番だ、タクヤ。ああ、そういえばよく聞く座薬をもらってきたから、すぐに良くなると思うよ。座薬ってまさかそれ使うの？大丈夫だって。俺はまだ研修医とはいえ医者だぞ。うまく入れるから。さ、脱がすよ。うまくとかそういうことじゃなくて、恥ずかしいから。ちょっと待って待って。おお、危うく誤診してしまうところだった。すぐに処方しないと。